旧八尾発電所資料館は岐阜県鴨郡八尾町にある博物館である。廃止された旧八尾発電所を活用した資料館であり、1978年に八尾郷土館として開館、1998年の重要文化財指定を機に現名称となった。老朽化のため2018年より休館中。旧八尾発電所は1911年に 当時の名古屋伝統により竣工し、関西電力によって1974年に廃止されるまで基礎側に存在した水力発電所である。廃止後、地元八尾町が旧八尾発電所の保存について関西電力に申し込み、1978年に旧発電所施設を譲り受け、同年5月八尾町郷土館として公開を始めた。 その後1998年4月20日より、旧八尾津発電所資料館として開館したが、耐震強度不足のため2018年12月29日より、休館中である。耐震加工時の計画は未定。旧八尾津発電所施設の文化財指定は、1975年6月17日付の、建物二棟と発電機一機の八尾津町、有形文化財指定が短所 1977年11月18日には建物と発電機が岐阜県重要文化財に指定される。国の重要文化財に指定されたのは1998年5月1日付で、はじめ発電所本館と付属の放水口発電所施設が対象とされ、2005年7月22日付で、上部水槽、予水路及び敷地内の門中、レンガ塀、溶壁、 管理用会談も追加指定された。その後も2007年11月30日に経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。ありがとうございます。